なぞなぞは問いかけに対してとんちを聞かせた答えを要求する言葉遊びを用いたクイズである。ただし普通のクイズとは違って正解は事実に基づくものではなく言葉の意味をこじつけただじゃれ、しゃれが多い。因を踏んでいたり何かに見立てられたりする。転じて、言葉によって遠極的に分からせることについてもなぞなぞという。奈良時代に編纂された万葉集には 儀書と呼ばれる万葉仮名を使った強引な当て字による言語表現があり、謎謎に通じる遊び心を組み取ることができる。日本で最初に謎謎を始めたとされるのは佐賀天皇のしし,ししお嫁と言われている。平安時代には謎謎は謎謎物語と呼ばれており、貴族の間では歌合わせから派生した謎謎愛が行われた。謎謎愛は 左右に分かれて、互いに和歌の知識を遠曲に問うもので、返答も答えを含めた和歌を読むことで行われた。鎌倉時代に入ると、謎ぞ物語は、謎謎、謎立てと呼ばれるようになり、質問は和歌より、盛んになったレンガの技法である、不物の影響を受けるようになった。中三角信種の日記、信種狂気には、当時の謎ぞが収録され、千種が、 謎レンガを自作した記事が残されている。室町時代には、宮中以外でも文芸好きの僧侶や侍によって、謎謎が楽しまれるようになり、五歌詞は天皇、五奈良天皇神筆と言われる、新刊本、謎立てなど、謎謎集が作られるようになった。しかし、江戸時代に入ると、謎謎は大衆化、園芸化し、レンガの流れを組む謎謎は埋没してしまった。 江戸時代より伝承されている謎謎には、なんだ、なんでしょうなどで問いかける二段謎と、今日でも寄せ芸の一つである土ドドイツや大切の謎掛けとして創作されている、〇〇とかけて、と解く、その心はという三段謎がある。問い答え答えの解説からなる三段謎は、江戸時代初期の歌舞伎踊りの歌詞に見られるように、演芸、和芸などの工業や、謎謎本として盛んに出版された。 現代の日本では、最後の、なんだという文句を、なああんだと節をつけて、歌うように語ることが多い。なお、なぞなぞの一種である、えときなぞなぞの起源は、平安時代から江戸時代初期にかけて完成された、半字者などとも呼ばれるにある。フェキオンさんのスフィンクスが通りかかる人間に問いかけたという、朝は四本足、昼は二本足、夕は三本足。 この生き物は何かという謎謎は世界的に有名である。答えられなかったものはスフィンクスに食い殺されたそうだが、ある旅人が正解を答えるとスフィンクスは崖から身を投げたという。この謎謎の答えは人間。赤ん坊の頃は四つんばい。やがて二本足で立つようになるが、老人になると杖をつくので三本足になるというわけである。この謎謎での朝、昼、 夜は人間の一生をついたちに例えた比喩的表現である。一部の間では朝も昼も夜も赤ん坊は4本足、その後は2本足、その後は3本足という解釈も出てきている。同型の謎なぞでは最初は4本、次は2本、最後は3本となっている場合が多い。問題1。上は洪水、下は大火事。これなんだ問題2。 パンはパンでも食べられないパンは何問題3。パンはパンでも空を飛ぶパンは何だ以上なぞなぞが存在したクイズ番組。ありがとうございます。